という感じなんだけど、どう？なるほどなのです。ではここの何を話し込んでいるのだ。あ、やっと戻ってきた。オストル、ちょっといいかな。なんだ。ねえオストル、ここに新しく水路を通せたらみんな喜ぶと思わない？以前話題になった湖か。実現は難しいという話ではなかったか。確かに水路を通したとなれば水回りが豊かになり皆も喜ぶだろうが。やっぱりオストルもそう思うんだ。この先のことを考えたら水路は必要になるって。そこでなんだけど、実現するよう前向きに考えてみてはどう？姉様の言うように新しく水を通せば余裕ができて楽になるかと思うのです。畑に回せる量も増えるですから、作物の収穫量も増えるですし、それに今のままですとこの先水不足に苛まれることになると思われるのです。うん、どういうことだ。私たちはさらなる戦力の増強をする必要があるのです。つまり人が増えるということです。それを考えると。そうだな、食料の備蓄には気を配っていたが、水は実際少しずつですが城内にある貯水池の水位が下がり始めているみたいなのです。そうか。新しい水路を引く必要があるのは分かった。しかし戦を控えた今、大規模な工事をするような人でも金もないことは皆もよく分かっているはずだ。どうやらクオンには考えがあるようだが、一体どうするつもりだ。そう言うと思ってた。確かに新しく水路を引くとなると多くの人手と資金が必要かな。でもそれを簡易的なものにすればそんなに手間もかからずに済むはずなの。そして私にはとっておきの秘策があるんだ。秘策？それはね、竹を使えばいいかな。私の故郷のやり方なんだけど、こういった大規模な水路を掘ることができない場所には竹を使って水を通すんだ。竹ですか。それって筒状で中身が空洞になっている植物の。そう、その竹。なるほど、竹か。軽くて丈夫で腐りにくくて加工もしやすいから、こういうことにはうってつけじゃないかな。これをつないでいけば、ほら、簡単な水路の出来上がり。どう？悪くない方法だと思うかな。確かにそういったものを使えば水を引いてくることは簡単になる。あの姉様。何猫ね。そのとても言いにくいのですが、ないのです。ないって何が？ですから、そのこの国には自生していないのです、竹は。え？竹のことは書物で見たことがあるですから知っていたですが、このエンナカムイには自生しない植物で、おそらくはこのエンナカムイだけでなく周辺諸国を探しても竹は生えてないと思うのです。え？そう言われればずっと竹を見たことがないな。ということはですので、その非常に言いにくいですが、姉様の秘策は、ごめんなさいです。うん、竹がないのなら代わりに他の木を使えば。あ、いや、ダメか。はいです、できないことはないですが、丈夫で腐食に強い材木を同じような大きさでたくさん揃えるのは大変なのです。それに加工の手間を考えると、たとえ多くの人手が避けても短期間ではとても。でしたら
金属で筒を作ってみたらどうでしょうか。金属で同じ大きさの筒を作り、つなげていけば。木材よりもはるかに金がかかる。ただでさえ戦に備えて大量の金属を必要としているのだ。むやみに金属を消費するのはなるべく避けておきたい。それなら石を噛んで使うのはどうかな。石ならただ同然だし。石の水路を作る手間を考えると木材よりもずっと困難だろう。だからこそ竹を使おうという話だったのではないか。そうでした。待ってよ。石といえば普通の建材の石の代わりに石灰岩などはないのか。確か石灰を焼いて粉にして水と砂利も混ぜ合わせれば原始的なコンクリートになるはずだ。ごめんなさいです。希少な鉱石ならともかく、さすがにどこにどの石があるかまでは。そう言われればそうだな。しかしただ当然でどこにでもあるものか。土くれならそこらにあるな。それで何ができるというんだ。湯飲み。猫ね。はい。この湯飲み一体どこで作っている。湯飲みです。それなら多分近くの集落で。兄様、もしかして。そうだ、陶器用の土と上むすりを使って長い筒状の管を焼き上げる、いわゆる土管というやつだ。この場合は陶管と呼ぶ方が正しいが。陶器なら腐ることはないし水漏れもしない。何より自由に形を変えられて八つ上がりかな。陶器、考えても見なかったです。どうやらそれで決まりのようだな。猫ね、早速で悪いが費用の見積もりを出してくれ。キュールは焼き物ができるものを集めてくれないか。わかりました、任せてください。です。かしこまりました、兄上。あっと、実際に測量をせねばな。クオンにはその手配を頼めるか。もちろん。さてと、どうやらうまくいったみたいかな。すべては計画通り。姉様、さっきからブツブツとどうしたですか。なんでもない、なんでもない。失礼します。オシトル様、お父様から果物が届きました。どうぞ皆さんでお召し上がりくださいって。ビミ、甘酸っぱくてとても美味しいです。これはありがたい。甘いものは貴重だからな。これはうまいな。お世辞抜きにうまい。濃いめのお茶か強い酒があるとさらにいいな。ありがとうございます。お菓子に練り込んだりすると美味しいので今度作りますね。それは楽しみだ。甘いものに目がない正常もお喜びになるだろう。大善殿にも感謝の意を伝えてもらいたい。九十里の名産品ですし、そう言っていただけるとお父様も喜ぶと思います。そういえば確か猫ね。はい、何です。すまないが、これを母上にも届けてくれないか。確か母上も甘いものは好きだったはず。ぜひ食べていただこう。自分で届けたいところだが、あいにくここを離れられなくてな。猫ね。はいです。どうした、何か視点が定まっていない。ボケていたように見えたが、もしや具合でも悪いのか。少し疲れているようだな。ここのところ無理をさせてしまっていたか。大
そうは見えない。母上のところへ行ったらそのまま休んでくるといい。しばらく帰っていないのであろう。ですが。心配するな。少しの間くらいなら猫のがいなくともなんとかなる。それよりも猫のや母上の方が心配だ。わかりましたです。それでは兄様。ああ、母上によろしく頼む。はい、行ってくるです。猫ね、どうした？大丈夫か？やはり具合が悪かったのか。兄様。とにかく横になるんだ。すぐにクオンを呼んでくる。あれ、私どうしたです？倒れそうになったのだ。気づかなかったのか？はい、もう大丈夫なのです、兄様。猫ね、なんでもないのです。それでは母様のところへ行ってくるです。いや、母上への使いは別のものを立てる。猫ねはこのまま部屋へ戻ってゆっくりと休むといい。でも猫ねに倒れられたらそれこそ母上に怒られてしまう。そばにいながらどうしてとな。それがしは何かおかしなことを言ったか？主様の名はオシュトル。ヤマトの双璧と謳われるウコウメ大将オシュトルとはまさに主様のことです。なんだ、二人とも突然。オシュトルはただ一人。主様が主様に見えるのは当然でしょう。猫ね。いえ、本当に何でもないのです。お不安まだ引きずっています。